アニメ映画ユーリオンアイス劇場版アイスアドレッセンスの制作が中止されることが19日公式サイトで発表された。同作は2019年の公開を予定していたが公開延期となっていた。これを受け発表から18年経て完成し公開された劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムがネット上で話題となっている。ユーリオンアイスは男子フィギュアスケートの世界を描いた物語で、2016年10月期に放送されたテレビアニメでは崖っぷちに立たされたフィギュアスケートの強化選手カツオユーリと彼の前に現れ自らコーチを買って出た世界選手権を連覇のビクトル・ニキフォロフがグランプリファイナルで金メダルを目指す姿が描かれた。